ないない、来週の日曜日に3人でキャンプに行かない。珍しい、ウプ主がアウトドアなお誘いをしてくるなんて。ほんとだな、大抵ゲームしようとか家で映画見ようとかなのに。暖かくなってきたしいいかなと思ってね。私は予定ないからいいぜ。私も特にないからいいわよ。やったー。キャンプ、キャンプ、みんなでキャンプ。このキャンプ場かなり広いわねー。ああ、こんな広大なキャンプ場に来たのは初めてだぜ。まずは焚き火を用意してー、それからみんなでマシュマロを炙ってー、もういろいろと楽しみすぎる。あれ、ウプ主の後ろに誰か立ってない。ほんとだ、ここのキャンプ場の管理人さんか。あれは管理人なんかじゃねえ。殺人鬼だ。嘘、今私の後ろに殺人鬼が。あいつは、14日の月曜日の、13日の金曜日。ジェイソン。ウプ主、今すぐここから逃げるぞ。わかった。どうしてよりによって今日ここにあいつがいるのよ。死んでる。あの人、ジェイソンにやられたんだ。あいつは無差別に切りかかる凶悪犯よ。逃げよう、絶対に生きてここから出よう。世界中に数えきれないほどキャンプ場があるのにどうしてここなんだ。ほんとよ、あいつ、私のファンなのかしら。それはねえと思う。じゃあここのキャンプ場は広くて利用者が多いから来たのかな。あいつに自我があればそうだろうな。前を歩いている人もあまりの恐怖で全身灰色になっちゃったわ。恐怖でこうなったんかい。ああ、フェンスに当たっちゃった。焦る気持ちを抑えて慎重に進んでいかねえとな。うん、一つずつ、確実に。ああ、せっかくキャンプのために色々用意してきたのに。ほんとだよ。大泥棒やミーの DVD セット持ってきたのに。ここにはテレビとレコーダーと電源がねえんだぞ。私なんてマシュマロ3キロ持ってきたわ。キャンプができたとしても食い切れんわ。マリサは何持ってきたのよ。私はトランプとか救急セットとか寝袋とか。優等生だねー。あ、マシュマロをぶっ刺す枝を忘れたわ。今さらそんなのどうでもいい。なんか道なりに沿って進んでいるんだけど、こんな崖登る意味あるのかな。あるでしょ。何今の間。あ、ここのキャンプ場、湖があったんだ。釣りも楽しめそうだな。マグロの一本釣りとかしてみたいわ。私も。ここにマグロがいるわけねー。じゃあ湖で釣りすると何が釣れるの？船とか鯉じゃねえか。もっと美味しそうな魚がいいな。海に行け。あれ、私たちなんでこんなところ歩いているんだっけ？ああ、そうだ、ジェイソンだ、ジェイソンから逃げてた。そうだったわね、魚に何癖つけてる場合じゃなかったわ。お前ら忘れてたのかよ。急いで逃げなきゃ、あいつは不死身だから反撃しようなんて考えないぞ。幽霊じゃなくて実在して不死身とかチート以外の何者でもないわ。あれ、なんでこんなところに巨大な船が。ここの経営者が趣味で設置したのかしら。なんか幽霊船みたいで不気味だね。やあ、ジェイソンが乗ってるー。なんであいつに回り込まれてるのよー。あいつ、瞬間移動でもできるのか。とにかく逃げなきゃ。ジェイソンなんていない、ジェイソンなんていない、ジェイソンなんていない。いるのはバーソン。誰だよ。あいつ、私たちのことを追いかけるだけで何もしてこないのはなんでなのかしら。おそらく私たちの様子を楽しんで見ているんだろ。始末しようと思えばいつでも始末できるってわけね。なんて性格の悪さ。おい、この先洞窟だぜ。目の前に。ジェ。ジェイソンはそーん。もうやだ、キャンプやだ。生きた心地がしないって、今みたいな状況のことを言うのね。なんとか洞窟からは出れた。今柱の上にいた気がするんだが私の気のせいだよな。きっと疲れているだけだよな。浮きに乗っているように見えたのも私が疲れているからね。そうだ、これは全部私たちの幻覚だ。さらばキャンプ場、さらばジェイソンという名の幻覚。キャンプ場を出たからもうあいつは見ないはずだ。あ、はっは、よかったよかった。ダメね、疲れをそのままにしてちゃ。目の錯覚じゃなかった。さあ続いては地下鉄のステージです。ここは毎回何が起こるか全く予想できないわよ。果たして今回こそジジイの首が飛んでしまうのか。飛ばなくていいぜ。地下鉄か。ところで地下鉄の鉄って何のことじゃ。鉄道のことだろうが。へえ、てっきり地下の鉄かと思っていたわい。地下の鉄ってなんだよ。ほれほれ、どうしたどうした、わしが容赦なく下に落としてやるわい。さっきの戦いからだいぶ戦えるようになってきたわね。はいはい、電車が来ますよ。ひぃ、電車こえ。次々と電車に吹き飛ばされているわ。おっと、またしてもカレージジイダウンしてしまったー。しょっちゅうダウンしてるんだぜ。ここに電車がドーン。綺麗に3人吹き飛ばされてホームに戻ってきました。まだ伸びて嫌がる。1000人起きてください。ここは天国か。
しっかりしろー。あ、助かった。仙人。先ほどは盛大にバグりましたが今回はどうか。はぁ、ちゃんと動いたぜ。開始早々激しい殴り合いが繰り広げられております。主に真ん中の奴らな。かれー。真っ先に退場しやがった。ジジイはここまでかなりハードな戦いをしてきたからね。ジジイの弟子のピンクさんが頑張ってるよ。あいつ師匠のこと容赦なく落としたぜ。蘇ってきたー。しかも綺麗な姿勢で。このステージは脱落者を蘇らせる恐ろしいステージだったんだね。あのじいさん踊って嫌がったぜ。再び闇の中へ消えていったよ。またいつ舞い上がるかわからないわよ。あ、ピンクさんの勝ち。やったー、師匠を超えたぞ。続いてはコンテナのステージです。ここは足場がすぐに崩れるから要注意よ。今度は緑じじいじゃー。おいおい、そんなに暴れたら足場がすぐに崩れるだろうが。このおっさん崩そうとしてるー。グリーン。見事にぶっ壊されたわよ。ついついバトルに夢中になっちまって、支柱を破壊している奴に気がつかなかったぜ。だっはっはっは、紫のおっさん落ちやがれ。ほい。俺が落ちたー。支柱を持つの禁止にしない。まあ、これもずっと捕まっていられるわけじゃねえから。でもこうなったらどっちかの握力の限界が来るまで耐久勝負だよね。このままじゃ俺の握力は持たない。コンテナに飛び移ってやる。せーの。無茶はしない方がいいってこれでよくわかったぜ。グリーンジジイよ。このリングで頂点に立ってみよ。なかなかリングで最後まで生き残るのは難しいぜ。でもジジイが頂点に立つ姿を見たいと思っている人はいるはずだよ。誰もいなかった。私は見たいぞ。ね、マリサももちろん見たいでしょ、ねえ。まあ。ダウン時間が長いから、なるべくダウンさせられないように気をつけよう。じゃあ、持ち上げられないようにもしましょう。要するに相手の攻撃を一切受けないことじゃねえか。ほれほれほれ。いいわよ、着実に人数が減っていってるわ。この3人でバトルか。いや、2人じゃ。今回のジジイの動きのキレがいいね。よし、そろそろこやつにわしの超必殺奥義を見せてやろう。超必殺奥義。いいよ、これぞ超必殺奥義。デビルヘアースピニングキル。すごい。まだ残ってる毛が自らの寿命を削って暴れまくってる。ゆで卵になっちまうぞ。どうじゃー、すごいじゃろー。ツルツルになってまで1位になりたいんじゃー。すげー執念だな。あともう少しだよ。よっしゃー、勝ったー。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、あいつが出てくると思うとキャンプ場に近づけないぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。